皆さんこんにちは。レクミーライブオン YouTube イエローステージです。この時間はバンダイナムコエンターテインメント様にお越しいただいております。滝川さん、内田さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、こんな感じでですね、楽しく35分遅れていけばなというふうに思ってますので、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、この時間はですね、企業説明のところを15分、そして Q&A のところが20分という形で計35分でお送りさせていただきたいというふうに思っております。Q&A のタイミングではですね、ぜひ、実際にこうバンダイナムコさんのお名前を聞いたことがある方っていうのは多分非常に多いかなと思いつつも、働くっていうイメージが本当についてるかっていうと、なかなか、ついてない方もいらっしゃるかなと思うので、意外なバンダイナムコさんを知っていただければなというふうに思ってますので、はい、ぜひですね、聞いていただければと思います。はい、で、Q&A のところ、こちらのですね、チャット欄のところに投稿いただけたら私の方で読み上げさせていただきますので、こちらのところぜひですね、どんどんご質問いただければというふうに思っております。よろしくお願いします。いいですね。じゃあ早速、企業紹介の方に移らせていただきたいと思います。画面の方変わり次第ですね、こちらの方説明の方開始お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは皆さんご視聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、改めまして、バンダイナムコエンターテインメントで採用担当しております滝川と、はい、内田です。今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では早速、私滝川の方から、本日バンダイナムコエンターテインメントのご紹介させていただきたいと思います。はい、で本日はですね、もちろんバンダイナムコエンターテインメントのご紹介、企業理解を深めていただくっていうところはもちろんなんですけれども、見ていただきながらですね、バンダイナムコエンターテインメントというビジネスフィールドでの成長イメージ、活躍イメージを持つっていうところをこう意識していただきながら聞いていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、ではこちらが本日のプログラムとなっております。まずはじめに当社バンダイナムコエンターテインメントが所属しているバンダイナムコグループについての全体の噛んじゃいました全体の話、ね、全体の話させていただいた後に、バンダイナムコエンターテインメント個社のお話をさせていただき、はい、で本日最後にですね、ちょっとインターンシップのご案内を持ってきましたので、はい、ぜひね最後まで聞いていただければと思います。15分でもう密な、はい、そうですよ、もうあんまりよろしくないですかね3密な内容になっちゃうんですけど、はい、ちょうど3個ですね、ちょうど3個でお送りさせていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ぜひコメントもお待ちしております。はい、ではまずはじめにバンダイナムコグループのご紹介させていただきたいと思います。はい、まずですね、うん、当社バンダイナムコグループですね、こちら余価市場72兆円というところで、はいはい、でかすぎてもうあんまりよくわかんないですね。そうなんですよ、イメージわかんないかなと思うんですが、大体ですね、食品業界さん、食品市場の方で76兆円というところを規模としているので、これがいかにですね、エンターテインメントの余価市場というところが大きい数字なのかなというところはお分かりいただけるかなと思います。はい、はい、で当社バンダイナムコグループはですね、ゲーム、まあ、当社バンダイナムコエンターテインメントが担当して、ゲーム、ネットワーク領域の他にですね、映像、音楽、おもちゃ、施設、生活用品、お菓子など、はい、皆様のこうライフスタイルにそれぞれこう寄り添った形でさまざま展開をさせていただいているというようなグループになっています。はい、はい、でということで、IP を生かした全てのビジネスを展開しているのがバンダイナムコグループになるんですが、はい、皆さんこちらの IP って聞いたことありますでしょうか。はい、こちらですね、IP インタラクチュアルプロパティといいまして、キャラクターなどの知的財産のことを指しますと、結構当社の会社説明会だったりホームページとか見ていただくとよくこの IP っていう言葉出てくるかなとは思うんですが、知的財産のことを表しているんだということを本日覚えて帰っていただければなと。これだけこれだけはこれだけは今日っていうぐらいの、ね、そうですね、大事な情報ですね。めちゃめちゃ、はい、テストに出ますよぐらいの重要度があるかなと思ってます。はい、はい、でこちらがバンダイナムコグループのミッションとビジョンになります。ミッションが夢遊び感動、ビジョンが世界で最も期待されるエンターテインメント企業グループになるというところを掲げて企業運営を行っております。はい、はい、でこちらが中期ビジョンである、チェンジフォーザネクスト、挑戦成長進化、はい、はい、で下にある4つのブロックですね、こちらが重点戦略になっております。IP 軸戦略、事業戦略、そしてエリア戦略と人材戦略、はい、このところを主にですね、中期ビジョン、重点戦略として置いているグループであるということを本日覚えていただければなと思っております。はい、そうですね、バンダイナムコホールディングスのホームページの方で、うん、この中期ビジョンと重点戦略4つについて、はい、詳しく記載されているので、今日はね、時間の関係でお伝えはできないんですが、気になる方ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、でこちらがバンダイナムコグループの、プロフィール、会社のプロフィールとなっております。はい、で代表は、田口光昭となっておりまして、グループの売上高は、7239億円、はい、で営業利益が787億円、で従業員数ですね、バンダイナムコグループ全体で、8360名の社員が、はい、ね、はい、働いているというところで、はいはい、非常に大きいグループということが、はい、分かるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。でこちらが、バンダイナムコホールディングスの傘下にある、ユニットになっております。はい、当社バンダイナムコホールディングスはですね、5つの、5ユニット制を組んでおりまして、上から順に、トイホビーユニットと、はい、ネットワークエンターテインメントユニット、リアルエンターテインメントユニット、映像音楽プロデュースユニットと IP クリエーションユニットの5つのユニットに分かれて、運営を行っております。はい、で主管会社はこちらに記載させていただいている通りで、これからご紹介させていただく当社バンダイナムコエンターテインメントは、ネットワークエンターテインメントユニットの主管会社として、バンダイナムコホールディングスのグループの一員として働いております。はい、まあ、バンダイナムコがすごい多いそうなんですよね。続いてよくですね、こう他の事業会社とこう、勘違いされる方がたまにいらっしゃるんですけど、当社はこの中でもネットワークエンターテインメントユニットというところで、こちらもぜひ今日覚えていただきたいなと思います。はい、で今紹介したのは主管会社だったんですけれども、はい、こちらがその他の会社に、ユニットに、各ユニットに所属している会社になっております。はい、こちら細かい紹介はですね、当社バンダイナムコホールディングスのホームページからも詳しい、はい、会社の説明載っておりますので、ぜひこちらもご覧いただければなというふうに思っております。はい、でバンダイナムコグループはですね、社会に喜びや楽しさという付加価値を、社会に提供していく、そんなグループになっています。はい、はい、ではですね、グループの紹介終わりましたので、はい、ここからはお待ちかねですかね、だといいですよ、はい、時間の方だってことですね。はい、まずなんかエンターテインメントについてのご紹介させていただきたいと思います。はい、で皆さんですね、皆さんの頭の中にこんなのあったらいいなとか、こんなエンターテインメントあったら絶対楽しいのにって思ったことって一度や二度あるんじゃないかなと思うんですが、うんうん、内田さんありますか？もうありまくりですね。ですよね。ありまくりだと思うんですけど、はい、そういったありまくりの内容を実際に展開できる、事業にできるのが当社バンダイナムコエンターテインメントなのかなと思っております。はいはい、で当社バンダイナムコエンターテインメントってどんな会社なのっていうふうに聞くと、うんうん、結構ゲーム会社イメージされる方多いんじゃないかなと思うんですが、うんうん、我々そうではなくってですね、エンターテインメント会社っていうところでこれから我々やっていきたいなっていうふうに思っております。2016年ですかね、はい、社名変更をさせていただいておりますの です、ね、総合エンターテインメント企業というところで置いておりますので、ぜひここ今日こちらも覚えて、そうですね、覚えること多いです、ね、覚えること多いです、3つ目ですけど、そうですね、出てきましたけど、はい、よろしくお願いします。はい、でこれが、当社バンダイナムコエンターテインメントの中期ビジョンとなっておりまして、存在感のある世界企業へになるというところを目標に、みんなで頑張っているというところでございます。はい、でこちらユーザーに不可欠な存在っていうところが2025年までに目標とする姿っていうところですね。で重点戦略として長く遊べる良質なコンテンツっていうところと、新たなエンターテインメント事業っていうところですね。やはり一つこう面白いコンテンツパンと出してそれで終わりではなくて、皆様にこう長く楽しんで遊んでいただけるような質の良いコンテンツ作りを目指すっていうところ、うんうん、あとはやっぱり今までのそのゲーム領域に閉じのいい新たなエンターテインメント事業を生み出すって言ったところ、最近でいくと去年ですかね、スサノオマジカのバスケットボールのプロリーグを、はい、M&A させていただきまして、そういったところもやっぱりこうね、スポーツっていうところもエンターテインメントと捉えてやっていくっていうようなところもあったりだとかで、まあ、こういったところを重点戦略として掲げさせていただいております。はい、でこちらがバンダイナムコエンターテインメント当社の会社プロフィールになっております。代表取締役社長が宮川康夫で、売上高ですね、結構ここ細かいプロフィールなのでわーっと細かく見ていくと結構キリがないところではあるんですが、分かりやすいところここを見ていただくポイントとしては、売上高が1人当たり、まあ、全体として2403億円出ているんですが、1人当たりに換算すると 3.5 億円、営業利益でいくと1人当たり3630万円の利益を出しているといったところで、いかにこう1人当たりにこう裁量権任されているかっていうところが分かるかなと、ご理解いただけるかなと思います。
はい、で当社ですね、従業員数は679名というところで、先ほどのホールディングス結構ね、はい、結構な人数8000人以上いるんですけれども、ね、はい、結構当社主管会社としてやってはいるんですが、割と少数制といったところで、うん、一人一人こう効率よく行わせていただいているというところがお分かりいただけるかなと思っております。はい、会社 の所在地に関しましては東京になるんですが、本社の様子とかはバーチャルツアーがホームページ公開されておりますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい、ちょっと時間がなくなってきて焦っていますが、はい、巻きでいきますね。はい、当社ワンナイトクエンターテインメントは世界、日本だけではなくてですね、はい、世界にもこのようにたくさん の拠点を置いております。はい、でこちらが当社のビジネスモデルになります。そうですね、左側が例えばなんですけれども、まあ、チョコレートだったり何かこう一つ有形の商材を扱っている会社さんですと、一つあたりの商品を一人一人に提供するには必ず原材料だったり運搬費だったりそれぞれいろいろコストがかかってきますよね。とはいえ当社ネットワークコンテンツっていうところをビジネスモデルとして置いているので、一つのコンテンツを生み出すことによってネットワークの力を借りて一気にたくさんのお客様に配信ができるといった、はい、ビジネスモデルを行っております。はいはい、なので利益率の高い事業を基盤とするからこそ新しいチャレンジがしやすい環境が、はい、弊社には整っているっていうところですね。はい、なので何度も申し上げておりますが、こうゲームに閉じず新たなエンターテインメント事業を生み出し続けるというところを皆さんで社員一同、考えながら日々運営をしているっていうような感じですね。はいはい、で続いて事業紹介になります。当社ですね3つの事業を、展開しておりまして、はい、ネットワーク、家庭用ゲーム、ライブエンターテインメントの事業になっております。はい、細かくご説明させていただきますと、まずネットワークコンテンツはこちら皆さん結構イメージあるのかなと思うんですが、スマートフォン、モバイルなどで楽しんでいただいているスマートフォンアプリですね、はい、のゲームを中心にやっております。あとは視聴者参加型のプラットフォーム、アンドキャストっていう、まあ、ブラウザゲーム向けのタイトルなども配信していて、まあ、IP を使ってユーザーの楽しみ方に合わせた新しい遊びを展開しておりますと。はいはい、でちょっとまあピックアップ事項みたいなところもあるんですけれども、これちょっとね後ほどいろいろ質問とかでですね、突っ込んでいただければなと思っております。はい、はい、続いて家庭用ゲームですね。はい、こちらが IP、家庭用ゲーム機のプラットフォームの特性に合わせてさまざまなソフトですね、バラエティに富んだゲームソフトを海外19の関連会社と連携して世界のお客様に向けて発売をさせていただいております。はい、でソフトを出すっていうだけではなくって e スポーツだったり実況の生中継、ファンコミュニティの運営などお客様の体験のライフサイクルっていうところまでプロデュースするっていうところを目的に家庭用ゲームっていうところも事業としてございます。はい、続いてライフエンターテインメントですね。こちらがゲーム事業にとらわれない新たなエンターテインメント事業の展開といったところで、まあ、ライブやイベント、グッズ展開というところを行っている、はい、本当に新しいチャレンジがいっぱいできるというような可能性の秘めた事業になってます。はい、で、こちらもちょっと後でですね質問等でもうちょっと息が上がってきてますね。だいぶ焦っておりますが、はい、っていうところになるんですが、はい、弊社ですね、マンデナムクエンターテインメントでは、ね、挑戦成長っていうところを目的として置いておりますので、本当にバンナムシードといって社内でこうビジネスコンテストっていうところをやっているので、うん、こんなのあったらいいなっていうのを形にするのがこう毎年ビジネスコンテストとして誰でも社員が応募できるっていうバンナムシードっていう取り組みもやったりもしているので、はい、私も実は去年かな、うんうん、応募を出してみたんですが、うん、はい、っていうところもあるので、はいはい、可能性あるかなと、ね、右下のロゴの部分です ね、 そうですね。他にもその今お写真出しているのが会社 の、 よ、うん、オフィスの写真なんですけど、うん、まあ、こういった環境で、うん、あとまあリフレッシュ休暇とか、はい、まあ、柔軟な働き方みたいなところもですね、うん、推進しながら、まあ、より社員が成長とか挑戦しやすい環境作りっていうのは、うん、はい、まあ、社内全体で行っているっていうところになりますね。はい、はい、で、まあ、成長意欲の、はい、なので、まあ、成長意欲の高い方に、ね、より多くの機会を与える文化っていうものが弊社には根付いていますと。で、まあ、エンターテインメントを進化させ続けて遊びきれない世界を実現したいという思いのある方、ぜひですね、はい、当社一緒にですね皆さんとご一緒させていただき世の中の方々に感動遊びっていうところを届けたいと思っておりますので、はい、ご興味持っていただければと思っております。はい、ではですね最後にインターンシップのご案内させていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、当社バンダイナムクエンターテインメント、2020年インターシップサマーというところで日程がですね、2020年9月に実施予定となっております。はい、で、まあ、こういった状況になりますので、まあ、なるべくリアルでお会いしたかったところは山々だったんですが、はい、ちょっと、まあ、オンラインという形で、はい、実施したいと思っております。とはいえ全然ご心配なさらないでください。当社ですね結構研修だったり、まあ、ミーティング、まあ、結構、まあ、在宅勤務というところもやっているので、うん、オンラインというところにはかなり自信が、まあ、もちろんネットワーク領域扱っているので、そうですね、は
い、オンラインにはかなり自信があります、はい、そこはご心配いただかなくて大丈夫かなと思っております。で、参加人数1回あたり40名程度を予定しておりまして、条件といたしましては、一旦ここに事前課題のご提出っていうところと、あと、まあ、オンラインになりますので、インターネットの参加環境がご用意できる方っていうところで、はい、ちょっと条件と設けさせていただいております。はい、はい、でマイページ、当社のマイページですね、ホームページからご登録ができるようになっておりますので、そちらご登録いただければ、事前課題の提出だったり、インターンのお知らせを随時配信させていただきますので、そちらで課題につきましては公開させていただきたいなと思っております。で、応募多数の場合はですね、こちらの事前課題の内容をもってちょっとこう選抜させていただくっていったところがあるので、ちょっと一旦事前課題のご提出をお願いさせていただいているという状況になっております。はい、でこのインターンシップ、どんな内容をやるのっていうところについては詳細はもちろんですね、追ってマイページご登録いただいた方に、はい、配信させていただきますが、まあ、こんな人におすすめっていうところですね。あれ、次のスライドに行かないかな。次のスライドに、ありがとうございます。ここですね、はい、こんな人におすすめっていうところで、ご自身の企画のアイデア力を試したい方だったり、うん、エンターテインメントを作る仕事を体感してみたいっていう方、はい、あとは事業創造の楽しさ、まあ、過去大変さって書いてあるんですが、ね、匂わせがそうですね、はい、はい、をこう一足先に味わいたい方っていうところにおすすめさせていただきたいなと思っております。はい、全然こうエンターテインメントをこう仕事にしたいってこう具体的にこう何か思ってることがない方だとしても、うん、やっぱこうエンターテインメントをお仕事にするってどんなことなんだろうっていう漠然とした疑問を抱えている方も、やっぱこのインターンシップ受けていただくことによって、そのイメージがどんなものなのかっていうの結構湧くかなと思うので、うん、ぜひ本当に皆さんに応募いただきたいなと。そうですね、はい、こんなにエンターテインメントに関して真剣に考えた夏はなかったと言わせる自信がありますので、そうですね、ぜひですね、はい、応募お待ちしております。まずはマイページでご登録が、はい、最優先というか、はい、一番していただきたいことになりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。すみません、駆け足となりましたが、こちらで一旦、はい、当社のご説明は以上となります。はい、すみません、はい、最後駆け足になっちゃいました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうしましたらですね、早速 Q&A の方に移ってみたらなと思うんですけれども、はい、1個だけごめんなさい、確認として、インターンシップ自体が多分その事前課題提出が7月中旬から8月の上旬だったんですけれども、はい、これエントリーとかって結構急がなきゃいけないんじゃないかなって思ったんですけど、そうですね、マイページのご登録が、エントリー、プレエントリー扱いになりますので、はい、事前課題のご提出期間っていうのはしっかりと設けさせていただきますので、まずはマイページのご登録っていうところが、はい、イコールエントリー、プレエントリーという形なので、マイページご登録さえいただければ今は大丈夫です。なるほど、はい、急いでくださいぜひ期間としましてはなるべく早めにお願いしたいなと思ってます、うん、もちろん、課題提出期間の合間に、マイページご登録いただいても大丈夫なんですけれども、はい、その分課題提出の締め切りが短くなってしまいますので今日この配信見ていただいている方で、あ、いいじゃんと思っていただいた方はもうこの配信終わったらなるはやでお願いできればと思います。なるはやで、ありがとうございます